西側から奥に平和資料館が見える2016年 G7 広島外省会合では国際メディアセンターに用いられたジョン・ケリー米国務長官会見の様子広島国際会議場は広島県広島市中区中島町にある多目的ホールを備えるコンベンションセンター広島平和記念公演敷地内広島平和記念資料館本館の西側にあり 空中回廊でつながっている。1955年に広島市公会堂として建てられたものを、1989年7月に現在のものに建て替えて、広島国際会議場と解消。広島市が所有し、財団法人広島平和文化センターが指定管理者として運営管理している。地上3階地下2階からなり、約1500人収容のフェニックスホールをはじめ、 国際会議ホールや大小会議室を持ち、同時通訳設備や音響、映像設備を備えている。世界各国の人々が集まる、国際会議やコンサート、講演会など、目的や規模に応じて利用されている。広島市への原子爆弾投下からの復興の最中、1949年、広島平和記念都市建設法が制定され、広島平和記念公園の建設が計画された。 そこで、広島市主催のコンペが開かれ、丹下建造を中心とする丹下グループの案が採用された。この案は、市を東西に貫く平和大通りと直行する南北軸線上に原爆ドーム原爆死没者慰霊碑広島平和記念資料館を配置し、平和資料館を中心にして、東西方向領域にそれぞれ平和記念館と集会所を建て、 それらを空中回廊で結んだ三棟一体のものとして計画されたものだった。1953年1月、ラジオ中国にて、田中義和、山陽木材防腐社長が、広島に立派な公会堂とホテルと物産陳列館を作ることが私の夢だと発言。これに、地元財界が高応して、広島市に寄付するという形で、淡芸案の集会所にあたる場所に、 広島志向街道が建設され、1955年3月に開館した。当時は市内随一の多目的ホールで、同年8月には第1回原水爆禁止世界大会が開催された。ちなみに、当初は西隣に新広島ホテルも構築されていた。ただ、その外観は丹下ン,ンのデザイン構想からほど遠いことから、 数年後には一部市民より建て直すよう要望が出たようである。1969年9月、市が中央卸売市場跡地に広島国際文化会館を建設する構想を発表したとき、市平和文化推進審議会は平和記念公園内の思考街道と新広島ホテルを取り除き、その跡地に建てるべきと意見した。1989年、 死政志向百周年、広島城、築城四百年を機に、淡下案に近い状態に建て替えられ、同年7月1日に、現在の広島国際会議場に改称し再開館した。1998年、財団法人広島平和文化センターが、市から委託を受け運営管理を開始、指定管理者制度導入に伴い2006年からは、指定管理者として、同文化センターが、 運営管理している。広島平和記念資料館本館を中心に、資料館東館とシンメトリーに建てられており、その様子から公共建築百選に選ばれている。広島国際会議場と広島平和記念資料館、空中写真1974年の平和公園周辺。国土交通省国土画像情報をもとに、作成過報の建物が平和資料館であり、その左が、 広島市公会堂。1988年の平和公園周辺。国土交通省国土画像情報をもとに、作成国際会議場建て替え中。大会議室。ダリア中会議室。コスモス小会議室。ラン。G7 広島外省会合取材情報。外務省。2016年4月17日閲覧。御用建設作品紹介参照当時。 広島における迎賓館として機能し、ジョーディ・マジオとマリリン・モンドを夫妻、チェゲバラが宿泊している。アランデネの広島モナムールで撮影に使われている。1972年に都市公園法違反。公園管理者以外の者が公演施設を管理するときは市への申請書提出と市の許可がいるが、その手続きがなかった。と指摘された。 翌1973年に閉鎖し、スタッフは1962年に開業していた、同じロイヤルホテル系列の広島グランドホテルへ移っている。1969年9月22日付、中国新聞参照。ちなみに中央卸売市場跡地には現在、広島市文化交流会館が建っている。配置的に言うと、軸対称性はあるが、外観的に厳密に、 これは、左手の元々の建物が台形状のボリュームを持った公会道であったことの名残である。モ目リポート、広島ピースセンター1参照。2012年3月23日閲覧。広島県では他に、広島県庁舎も選定されている。レストランセレナード、グランドプリンスホテル広島。ありがとうございます。